ありがとう、アク。焼き増しして、私にもくださいね。彩香さん、やっぱり素敵な女性よね。ですよね。でも、この写真じゃダメね。ですよね。いいわよ。最初から冗談だもの。本当ですか？ゆりさんの冗談は分かりづらいんですから。皆さん、一学期お疲れ様でした。夏休みだ！なっくんは、こっちに来て初めての夏休みですよね。明日から順番に一人一日、みっちり宿題をやってもらいます。明日から？会長が夏休み入ってすぐ宿題とか耐えられるとは思えない。早速、明日はあっくんの番ですからね。それって、もしかして二人きり？ふん。ここは、赤ずの大きい。大丈夫。明るいし、清潔だ。アキさん、どうしたの？アコンのところで。それはこっちのセリフですよ。隣の僕の部屋まで音が響いてたんですよ。今住んでるとこは置くスペースないし、誰も使ってなさそうな部屋だったから、綺麗にして勝手に置かせてもらったの。あっくんから話を聞いて調べに来てみれば、すぐ使わなくなるのにまたこんなに買って。素の腹そうで一番怖いのは幽霊よりも管理人さんなんだろうな。